生まれがたき人界に生まれしを喜ぶ。で、生まれ変わりのことを言いますと、今ここにコップというものがあるとしますね。今このコップは私たちの雰囲気を全部学習しています。宇宙語でエクサピーコという魂が入り込んでいて、まず鉱物に10万回入るらしいです。例えば私が今これを落としたとしますね。ガチャンと割れますね。そうするとそれで生まれ変わり1回のカウントです。これをチベット仏教ではポアというらしいです。魂の救済ですね。でもこれは取り落とした時にはポアになりますけれども、私の意思でこれを取り落として割ってあげようとした時には、たとえ私が上級の存在であっても、この人は傲慢な人になります。上級の存在というのは、鉱物、植物、動物、空の雲、人間というふうに5段階になるらしいんですが、たとえ上級の存在であっても自分の意思でそれを無目的に割っていいというような、そういう傲慢な立場は許されないんです。ただケアレスミスで落とすのはしょうがないんですけど、その時にこのコップが水をためることができない存在になった時に、魂がどうも元に戻るらしい。それが1カウントです。鉱物はそれらを10万回じっと聞いていて、自分は手足が動かないので、今度自分が動物や人間になった時は喜ばれる存在になるぞって固く決意をしながら私たちのそばにいるんですよね。鉱物に入ってた経験が10万回あるんです。その10万回が終わると今度は植物に入るそうです。植物の10万回が終わると動物の10万回があって、その次に空の雲になるらしいです。楽しいことや悲しいことをふと思った時にその形になるらしいんですね。で、それらを経てやっと人間になるそうで、仏教の言葉に生まれがたき人界に生まれしを喜ぶというのがあります。
人間界に生まれ落ちただけで喜ばしいということなんですけど、実は私たちは鉱物、植物、動物、空の雲と40万回を経て、やっと人間に生まれ変わったんですね。そこで不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言っていると、ある人の話では550億の生まれたいと思っている魂たちが地表から10キロから80キロの上空に浮かんでるんですが、その魂たちが地団駄踏んでるそうです。そんな風に言うなら早く変われって、もう変わりたくて変わりたくてしょうがないんだそうです。でも今人間でいる私たちは、他の魂たちに申し訳ないんだけど、私はいろいろ修行しなければいけないので先に行かしてくださいと自分がお願いしたんですよ。他の魂の人たちは、私も350年ほど待ってるけれども、あなたはもう少し修行が必要なんだろうから先に行ってもいいよ、楽しんできてねって、550億の人たちが一人一人私たちと約束をして送り出してくださったんです。そこで不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言うと、すごくもったいないことをしてるんですよね。やっと順番が回ってきたのに、そんなに言うなら早く変われって声が聞こえてきませんか？